チャオ、あっちゃんです。2017年、第3弾、3回目、チャオは、3回目、3月のあっちゃんに質問コーナー、第5弾目のお答えしたいと思います。今日はね、3月8日で、あ、よかった、3月9日でね、またね、同時に今3本目撮ってます。はい。まあ、そのどうでもいいね。はい。ということで、質問答えていきたいと思います。タイマー30分。同点のことを下までです。いや、ちゃう。タイマー30分。30分に。何が当然のこと下までや。はい。ケーキ屋さんの質問からいきましょう。はい。おちゃんちゃおです。ちゃおです。前回は車のリコールの質問に答えてくれてありがとうございました。領収書はバッチリ保管しております。あ、よかったよかった。はい。で、もしね、またそのパーツもリコールだった時に、それで請求してください。うん、はい。質問です。あっちゃんのオイルショップ、ブログや、YouTube とリンクさせてるのはなぜですか？というのも、私が買おうとしたら特に、驚かないけど、オイルで検索した、してきた人はびっくりするんじゃないかなと思って、あっちゃんの体のことを知らない人には、キーに思えるからかもしれないから、そうなると損だからオイルだけは独立させたサイトにした方がいいんじゃないかなと思って、余計なお世話だったらごめんなさいね。はい、ありがとうございます。なんでリンクさせてるかっていうとね、やっぱりね、通販ってある意味怖いでしょ。相手の顔が見えない、どんなやつが売ってるのかもわからない、で、その製品本当に信用してもいいのかなっていうのもあってね。で、いくらね、受け売りの知識をね、ごたく並べて文字で書いててもね、本当にこの人知ってんのかなっていうのもある。言ってみたら、古代広告もある。でも、だから、あっちゃんはいつも物を買うとき、あっちゃんもやし、あっちゃんのそのオイルの仕入れ先の社長もやし、で、あっちゃんの友達もそうやし、あっちゃんから今まで車をね、買ってくれてたみんな人、お客さんはそうやねんけども、車とか物をあっちゃんから買ってくれてるんじゃなく、人を買ってくれて物を買ってくれててね。だからあっちゃんは全て、包み隠さず表向いて出してるね。ね、だから今までね、あっちゃんがお仕事してきた中でね、ブログっていうツールを手に入れてね、その中でブログで何をやったかって言ったら、車の説明のブログも書いたけど、その中でお料理ブログも書いてね、そのお料理ブログからお客さんが増えてね、とかいうのがあったよ。で、なんでかって言ったら、人柄を見てくれんの。で、いつも綺麗事という人、いつも喜怒哀楽の愛だけの人、愛じゃない、楽だけの人、愛な人から書いてあるんだけど、まあ、そんな人からよりも喜怒哀楽はっきりしてて、本当にこの人、目の前にいてる人なんだなって思ってもらえるために、ブログもね、ショップのあれも、YouTube もリンクさせてる。だから、あっちゃんのブログには、本家ブログと、分家ブログ、別荘っていうのがね、何かって本家ブログではオイルの説明してて、別荘の方では、あっちゃんのプライベートなことをちょっと明かしたりとかね。で、Facebook とか Twitter とかもリンクしてるけど、Facebook でも自分のプライベートを喜怒哀楽出してる。そんなことでみんなやっぱり、あーちゃんっていう人だっていう人から買ってくれてんねんね。だからいつもブログはリンクさせてんねんね。それを見て嫌悪感で買ってくれない人っていうのは、そんな人には買ってもらいたくないねん、逆に言ったら。なんでかって言ったら、本当にあっちゃんのこと信用して、あっちゃんのおすすめオイルを買ってくれないけど、信用できへん人から、おすすめのものは買いたくないね、あっちゃんはね。それが思ってるから、あっちゃんの素を出してるわけ。だからその素を見て、いや、この人ちょっとなと思って買わへんっていうのはいいことやと思うね、逆に。だから、本当の自分をさらけ出した中から買ってほしいっていう気持ちで全てリンクさせてもらってます。はい。はい、次、タネタネさん、キッチンの黄色いカゴは捨てないんですか？捨てようって思った時期が来たら捨てます。多分。はい。ファニーバレンタインさん、人間国宝である祖父のお名前を教えてください。余計な言葉はいりません。名前だけ教えてください。ダメです。はい。これはね、名前を教えることは、あっちゃんの独断できることじゃない。だから、そのね、おじさん、おばさん、
ね、その人の言ったら、ね、子孫がいてる。でその人たちすべてに承認をもらえれば出せるけども、承認を得てないから名前は出すことはできない。だからうちのね、おばあちゃんとかお母ちゃん、お父ちゃんの名前を出すのにはあっちゃんの兄弟の承認を得ないと出せないでしょ。でもあっちゃんの子供はあっちゃんとみきちゃんと子供やから出せる。うん。ね、独断で自分の子供やから。で、子供も出してもいいよって承認入れたら。だから本人と、みきちゃんは、ね、あっちゃんの嫁やからみきちゃんの名前を出せる。でも、そうやって、何人か遠くなってくる身内の名前を出すっていうのは、みんなの承認を得ないとできないことやから出せません。はい。みちゅんさん、重複コメントぶら下がって、重複コメントはぶら下がってとおっしゃってますが、いちいちすべてのコメントを確認してから質問しろということですか？そうです。はい。でないと、質問がダブってくるから、同じ答えしちゃんなんからね。あと、みんなの質問に答えるのに時間かかっちゃうからです。はい。よろしくお願いします。はい。金鉄好きさん。はい。あっちゃんちゃお、ちゃおです。いつも見てます。ありがとうございます。あっちゃんに質問です。もし子供さんが誘拐されて、身代金を払えと言われたら払いますか？はい、払います。身代金が、ね、払えへん金額であったら、自分の命に代えてでも助けます。はい、それはもちろん。守らないといけないんでね。大切な子供なんで。親ってそうなんよ、みんな。うん。810MK さん、自分を応援してくれている人が今のままのあっちゃんでいいよって言ったら、その道が間違って、ごめん、ちょっと待って。あっちゃんでいいよって言ったら、その道が間違っていたとしても突き進むんですか？もうファンはほとんどいないでしょうけど、昔は高評価が多かったのにどうしてこうなってしまったのでしょうね。ごめん、質問じゃないんだけど、句読点入れてくれた方が読みやすいんで、今度から句読点お願いします。応援してくれた人がね、今のままのあっちゃんでいいよって言ったら、その道がね、間違ってたとしても突き進むっていうかね、あっチャンネルっていうのはあっちゃんのチャンネルであって、視聴者さんのチャンネルではないんね。あっちゃんが間違ってるか正しいか、間違ってようがあっちゃんがやりたいことをするのがあっチャンネルやねんね。うん、だから視聴者さんがあっチャンネルを変えるんじゃなく、あっちゃんが変えへんかったら変わらへん。だから視聴者さんは、一意見として取り入れさせてもらって、あ、これは変えた方がいいなと思ったら変える。で、変えなくてもいいよって言われても、いや、自分は変わりたいなと思ったら変わる。っていうのがあっチャンネルやと思います。でないとね、だからあっちゃん今のままでいいよって言われても、なんていうの？進歩がなければ、ね、飽きてくるでしょ？言ってみたら、ね。もうあっちゃんでも何の話も車に例えるけど、車なんでモデルチェンジするかって言うから、飽きられるからモデルチェンジするのね。だんだん同じモデルでずっと続けたら売れやんになってくるから変えてくる。まあそれだけじゃない。金型減ってもあるけど。でもなんでか、もうそんな早く変えやんでええやんっていうペースでマイナーチェンジしたりフルモデルチェンジするっていうのはちょっとずつ進歩していくね。それはお客さんの要望じゃなく、メーカーが、いや、こんな方がいいよって。だからプリウスでも、モテっとした形からなんか、ちょっとシュッとした形から、今も、みたいな、これみたいな、一般大衆車でこの形ないでみたいな形まで進化したでしょ？のに、あれが受け入れられる。それは何かって言ったら、あれは視聴者ではお客さんが望んだんじゃない。メーカーの自分の独創でやってるわけね。だから、あっちゃんねるもそう。お客さんの意見は取り入れながら、お客さんには視聴者さんの意見を取り入れながら、あっちゃん流で変えていくっていうのがあっちゃんねるで、あっちゃんは思ってやってます。うん。だから、間違ってようが正しかろうが、それに突き進むのはあっちゃんであって、視聴者さんではないのね。視聴者さんは、あっちゃんに、貴重な意見をいただける、ありがたい存在であるだけのことです。うん。で、もうファンもほとんどいないけど、っていうけどね、登録人数が増えてるっていうのはファンやと思うね。前の質問コーナーかなで答えたと思うんだけども、あっちゃんのことを見てくれてる人、ずっと見てくれてる人はファンやと思う。で、ファンじゃない人ってのは見ない。あっちゃんファンじゃない人のテレビに出てきたら見ない。で、ファンじゃない人のライブとかわざわざ行かへんでしょ。で、言ってみたらね、アイドルがコンサートをします。そこにお金を払っていく人はファンやねんね。で、AKB の、まあ、コンサート行ったとして、AKB の誰々嫌いやねんって言ってても来るでしょ。ファンやから。ってあっちゃんは思ってる。で、ほんまこいつ嫌いやねんっていうやつのライブにお金払ったりとか、無料でもね、わざわざ行かへんと思うねん。
それを毎回毎回やっぱ動画を見てくれるという人はみんなファンやと思う。ということはファンは、登録人数、再生数で、ね、反映されてくるから、毎日やっぱり登録人数は増えてます。おかげさまで。だからファンは増えてると思ってます。で、高評価昔は多かったけど、昔もね、今もね、高評価の数は変わってない。低評価が多いだけです。うん。高評価は昔からあんなもんやね。で、あっちゃんのファンの人は、高評価をあんまり押さへん人。あっちゃんもいろんな動画行って、あ、いいな、おもろいな、おもろないな思っても、評価ボタン押さへんタイプな。だから評価っていうのは気にもせえへんし、あっちゃんも押さへん人やから、なんとも思わへんね。うん。だから、うん、気にはせえへんけど、高評価っていつもそんなもんちごたかな。そんなに高評価がズバ抜けて増えて、多かった人じゃないの、もともとね。うん。っていうことです。うん。わざわざ動画見た後にとかね、評価する手間って普通めんどくさいからせえへんと思うね。なんかいつも低評価をしてる人ってご苦労さんやなと思う、うん、あ、見てくれてるんだなって思うね、逆に、うん、押してくれてるっていうのは、うん、ね、見ひんかったら聞いひんかったら押されへんからね、うん、ということです。おかめおかめさん、動画を上げ始めた頃と今では自分が変わったと思いますか？最初から見てくれてる視聴者さんに何か言うことがありますか？動画を上げ始めた頃と今変わってると思う。変わってへんかってね、その動画始めたんがおととしの秋ぐらいやねん。うん。で、真剣に上げ出したんが、真剣っていうか、うん、動画を、ちゃんと動画でなりわよ。ね、していこうと思ってやり出したんが、去年の春過ぎやねん。ちょうど登録人数が急に増え出した頃に、あ、これは今後やっていけるなって思って確信して、そっから真剣にやり出したから、まだ1年経ってないねんね。うん。その頃から考えると、変わったと思う、自分でも。で、なんでかって言ったら、日々変わらへんかった、進化がなかったらね、ダメやと思うね。ガラパゴス化してしまうと思うね。だから、なんていうのかな、日々変わって当然やと思うし、ね、その変わっていけへんかったら、順応性っていうねんけど、変わっていけへんかったらダメやと思う。その順応性が周りに順応してるんじゃなくね、うん、そう、やっぱり自分でも変わってきてるなとは思う。うん、それがありかなしか、それは、誰が決めることでもなく、あっちゃんが決めることやと思うんでね。やってみてなしやと思ったら、まだ帰ればいいだけのことやしと思ってます。で、最初から見てくれている視聴者さんに何か言うことがありますか？はい、ずっとお付き合いありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、で、またね、いろいろ賛否両論あると思うんだけど、ご意見いっぱいお寄せください。で、あっちゃんがいいなと思うことは徐々にでも取り入れさせてもらいます。はい。ということでね、あっちゃんねると一緒にこれからも応援よろしくお願いします。ということで、そういう感じに最初から見てくれた人にはありがたく思ってます。で、新しく見てくれた人、見てくれた人が最近ね、見始めてくれた人も、これからもよろしくお願いします。楽しいあっちゃんねる、もう神々、楽しいあっちゃんねるにしていきたいと思ってます。はい。そんな感じでね、あっちゃんねる動画、自分なりに好きに楽しんでくださいね。ということです。はい。漁師の嫁さん、初めて質問します。はい、ありがとうございます。いつも見させてもらってる中で、ひどいコメントとか書いてあるのを見て、それでも YouTube を続けるのはなぜですか？あと、子供さんたちが YouTube をやめてほしいと言ったらやめますか？はい、ひどいコメントがいくら書かれててもね、YouTube を続けてるのはなぜですか？YouTube は、あっちゃんお仕事で やってます、うん、やっぱなんていうのかな、視聴者さんからお金はいただいてないけども、ね、視聴者さんが 見てくれることによって企業さんからね、報酬をいただいてます。 CM 広告 CM 報酬としてね、まあ、テレビも一緒やね、テレビもタダで見れるけども、途中 CM が入って、その企業からテレビ番組、テレビ局に、報酬をいただいてる。それと全く同じやと思って、あっちゃんはお仕事っていう感覚でやらせてもらってます。で、お仕事やからって割り切ってやってるわけじゃないんだけども、お仕事っていう意識でやらせてもらってます。で、お仕事って楽しいだけでは済まない。苦しいこと、辛いことある。で、批判もある。当然のことやと思う。で、なんかお仕事としてやるから、いくら何を言われても続けていくっていうのがお仕事やからね、やらせてもらってます。で、うん。
だから、まあそれかな、原動力は何やろう、視聴者さんが喜、まあ原動力もあるんだけど、原動力っていうのは視聴者さんが喜んでくれてる。で、批判コメントもあったり、ひどいコメントもあるってことは、ひどいコメント、批判コメントがあるってことは、動画を見てくれてるからそれに対してひどいコメントをしてくる。動画を見ないでひどいコメントする人ってまず稀やと思うね。っていうか動画見ひんかったらコメントできへんから、動画をやっぱり立ち上げることによって企業さんからの報酬を得られてる。だからそれに対してコメントをしてくれるっていうことは、みんな見てくれてるんだなと思うから続けていかないといけないなと思ってます。うん、これがね、みんなが無関心になってコメントがゼロになったりとかなったら、ちょっと考えないといけないかもわからん路線をねと思うけども、今のところすごいね、ひどいコメントの方が多いけども、多いけどもそれだけみんな見てくれて批判するっていうのもファンの一つなんで、だからあっちゃんはその人のためにも動画を続けていきたいと思ってます。はい。で、あと、子供がね、やめてほしいって言ったらね、どうしてもやめてくれって言われたら考える。だってね、子供を育てるために仕事をする。で、子供が仕事を辞めて自分たちと一緒に暮らしてほしいって言ったら、なんていうのかな、どこを優先するか。全く収入がなくなってしまうと、生きることすらできへん。子供育てることもできへん。それも分かった上で辞めてくれって言うんだったら、辞める。もちろん。で、そうなったら違う仕事を探すかもわからない。でも今のところはね、子供を育てるために、まずいい手段やと思ってやってる。お仕事としてね。で、子供が辞めてほしいって今は言ってない。逆にもっと続けてくれ。YouTube。逆に言ったらこういうアイデアあるから、こんなアイデア、どう、こんな動画出さへんって子供も、ある意味あっちゃんのプロデュースしてくれてます。で、うちの子供も YouTube、ね、やりたい。もう、ちょっと真剣に YouTube しようかなって言ってた時期やけども、まだあかんって、受験もあんねんから、もうちょっとやれと。高校上がってからでもいいからやりたかったやったらいいって。いや、でも、今やりたいっていうか、それやったらもうちょっと考えてやりなさいとは言ってんだけどね。だから結構応援派です、うちの子は。で、子供がね、やめてくれ。だからね、子供が、お母さんって、母子家庭でね、なっちゃんとこみたいな母子家庭でね、お母さんって、いつもお母さんが、朝から晩までお仕事して、で、晩ご飯も僕たち一人で食べてるんだって。で、寝てから帰ってきて、お母さんの顔見れへんねんって、仕事やめてよって言われたらやめますか？で、それで子供育てるのギリギリやったらね、やめられへんでしょ。でも子供の顔を見て目を見て、どうしたんって言ったら、お母さんの体が心配やからその仕事やめてよって言われたら考えるでしょ。そう、やっぱりね、子供が第一やから、子供がやめてくれって言われて、その理由を聞いてやめてくれっていう理由が分かったらやめると思う。それに代わるものを探さないといけない。でも今ね、あっちゃん何を優先しようかって思ったら、母親の愛情を、ね、小学校、低学、幼稚園やな、寮が。光が、下の子が、まだ幼稚園行く前に、ね、お母さん病気になって、母親の愛情がかなり薄れてきて、何が大事かって言ったら、子供とのね、時間、いつもいてる時間。だから子供といつもいてる時間ってみんな勘違いして、子供とわーわー構ってる時間じゃね、今ここにいて子供が同じ空間にいる、それだけで子供は安心すんの。だからそういうね、時間を優先してあげたい。だから在宅でできるお仕事。ほんまやったらね、いろんな会社行って、会社プロデュースしたりとかしてもね、食っていける自信もあるし、需要もあんの。で、そういう要望もあんの。だからちょっとコンサル的なことしてよとか、うちの会社の重役で入ってよとか言われるオファーはあんねん。でもそれすることによって、会社に入ったら子供との接する時間がなくなっちゃうねんね。だから在宅でできることって考えて、オイルのネット通販、ある程度その辺ノウハウもあるし、経験実績あるからやっていけるやろって確信したからね、それもやってる。で、それとあと空いた時間で YouTube やってる。だから子供とね、ご飯食べてる時とかは撮るけども、こういうおしゃべり動画って子供学校に行ってる時しか撮らへんねんね。で、土日はこういう動画撮ってない。そんな感じで子供と接してるからね。子供との時間がやっぱ一番大事やねん。だから子供がやめよって言われたら、っていうか子供は言わへんはずやねん、そこ。もし言ったらやめるかもわかんない。そんな感じです。ごめんね、2行の質問にこんな長く答えちゃって。子供の話になるとついついこうエキサイトしてしまうんです。はい。
あ、リンゴさん、はい、チャオです。いつもありがとうございます。あっちゃん、チャオです。いつも動画見てます。はい。自分も奈良住みです。あ、奈良なんですね。はい。奈良って本当にパッと出かけようにって、思っても遊園地とかあんまりなくて、中学生とか高校生頃からずっと柏原アルフとか郡山イオンに電車で行ったり、夏になれば吉野川に泳ぎに行ったりしてて、私のいとこが、今年から中学校で友達と奈良県内で遊べるところがないかなって、聞いてきたんだけど、自分がそんなに探してまで遠いところに遊びに行こうっていうタイプじゃなかったから、子供たちが遊べるところって聞かれてもおすすめするところがなくて確かにねはい、それであっちゃんに聞いてみようかなと思ってコメントしました。よかったらおすすめの遊び場、ここいいよって思うところがあったら教えてください。なかなかね、中学生ないね、奈良県。うん、あっちゃんも中学校とか高校の頃遊びに行く言ってたら、もう大阪行ってた、南出たわ。うん、難波の方遊びに行ってたけど、うん、それぐらい奈良県ないよね。で、あっちゃん子供の頃まだほら、あれがあったん、ドリームランドがあって、あやめ池遊園地があったんね。でももうなくなっちゃったやんか。で、生駒三条しかないけど、生駒三条ちょっと悲しいし、ね。ちょっと中学生になるとね、絶叫マシンもね、なんか危険やから撤去されて、乗り物もなくなったしね。で、大人になってきて、ぼちぼちその、お寺とか神社の良さが分かってきたらまた奈良県あんねんけど、ないしね、中学生で、お寺に行けいうのもどうかと思うから、結局やっぱり中学生で、今年から中学生、小学校上がり、中1で、友達で奈良県内で遊べるところって言ったら、もうゲーセンとか、バッティングセンターとか、そんなんとかしかないし、ほんまにね、中学生で楽しめる奈良県のところ、どこやろうね、悩むな。はい。いや、ほんまに、イオンモールとかしかないもんね。うん。イオンモールで映画見るとか、うん、女の子とかやったらね、アクセサリー、三宝石とか入ってるし、うん、で、ね、ちょっとね、ちょっと中学生入ったぐらいだったらおしゃれに目覚めるから、ちょっとね、買わへんでも、ちょっとこう、ね、手出えへんピアスとか、もう見るっていうのも楽しいけど、どうなんやろ。ねえ。プールとかもなくなったしね、奈良県内ね。もうやったら、まあね、ほんまに他府県出る方が。あっちゃんもね、中学校の時とかはそんな感じやったな。まだでもその辺、もう今なくなったけど、桜井の近場に日あってね、今の日前からか、日があったり、なんだジャスコがあったりで、そこのジャスコのちっちゃいゲーセン行ったりとか、そんなことぐらいしかしてなかったからね、奈良県ほんまおすすめするとこないね。うん。あとまあね、お弁当持ったり、鹿せんべいでね、遊べる奈良公園とかも定番なところぐらいしかないかなって思う。ごめんね、ちゃんとした答えできへんかって。ほんまにあっちゃんも奈良県によって奈良県で遊ぶとこないから、県外ばっかり行ってんだけど。で、ある程度この辺の都市になってきたら、お寺とか神社が楽しくなってきて、行ったりはするけど、ほんまにそんなんないもんね、中学生ぐらいやったら。だからね、電車で、2時間とかで行けるから、鈴鹿サーキット行ったりとか、伊勢の方行ったりとか、ね。まあ、中学生になったらすぐやったらちょっと早いかな、遠いかな、そこまでやったら。でもそんな感じに行ったりね、うん、県外出る方が楽しいんじゃないのかな。はい。と思います、うん、奈良県はね、ある程度お年を召した人が癒されに来るところやってあっちゃうもんから、ずば抜けて美味しいもんもないしね、うん、また何かあったら、あ、ここいいよってまた動画にします。ほんまに難しいね。うち子供聞いてもね、どっか行きたい言ったらないっていうね、うん、やっぱもうゲーセンバッティング、イオン行こうかって、もうイオンもいらんとか言う。で、いいよ言っても結局ゲーセン。とかやからね。な感じです。はい、ごめんなさい。
で、それと、漁師の嫁さん、あ、まあ、あともう一つ、この前お友達とはま寿司に行った動画は、実は自分の親だったってコメントを見ましたが、本当のところどうなんですか、これからも楽しく見たいんで正直お願いします。はい、正直にお答えします。あれはお友達です。うちのお母ちゃん、お父ちゃんね、あっちゃん YouTube してるの反対やから、どんなとこでカメラ回して、ちゃうあっちゃんです。お友達と来てます。ボコボコにどつがれるわ、そんなことしたら。でしょ、女子から考えても。でお母ちゃんは応援してくれてるけど、うん、でお父ちゃんはもう女の子の格好をして家から出ることすら反対してるからね、まだ。だから絶対ありえへん。でお母ちゃんは、あっちゃんのこと応援してくれてるけど、お母ちゃん半身不随やねんね、左半身動かへんね、車椅子生活やねんね。だからおトイレのこともあるし、そんなんもあって外へ外食行くことまずないねん、うん、よっぽどのことないとないし、で行きたがらない。でお母ちゃんは左半身麻痺してるから、動画で見てくれたら分かると思うんだけども、片手動かないのに両手動いた動画ちらっと映ってたと思うんだけど、手なんか映ることはありません。まあこうやって映るか分からんけど、こうやって映ることはないです。うん、だからっていうかね、まあ漁師の嫁さんもやねんけども、他の人もやねんけども、まず正直ね、嘘ついてるかついてないかって言ったら、あっちゃん嘘ついてません、動画では。で、信じるか信じないかはあなた次第やないけども、どこを信用するか、真実はどこにあるか、あっちゃんにしか真実はないんですね。だからあっちゃん動画でそんなしょうもない嘘つきません。うん、お友達と来てんねんから、お友達なあれは、うん、ですっていうか、うちのお父ちゃんもお母ちゃんももうおばあちゃんやから、お母ちゃん80前やから、もう80かな、年分からへんけど、それぐらいにね、もう、よぼよぼです。よぼよぼで怒られるわ、お母ちゃんに。まあ、そんな、お母ちゃんも時々動画見てるからな。お母ちゃん自分で見れへんから、妹とかが見せんねんね。あっちゃんも時々見せんねん、この動画こんなんやってんねん、言ったら、いや、面白そうやないって見てくれてんだけど、まだこの動画見せたら怒られるな。よぼよぼ言うたりで怒られるかからへんけど、だから正直に答えます。違います。お友達です。はい。みちゅんさん、一日のタイムスケジュールを教えてください。毎日忙しいようなんで、毎日ね、日によって違うからね、何とも言えへんねんけども、だいたいね、朝、6時55分に起きて、子供の準備して送り出して、上が8時20分ぐらいまでに出んねんけども、でそこからね、朝ごはんの子供のね、食べたお片付けとかして、で、お洗濯回して、で、何してたかな。あと、ね、流しのとこ持っていたんで、ね、お茶碗ちゃちゃっと流したりして、食器洗い機にポップぶち込んで、で、さあ、で、テレビつけて、ぼーっとしながら、目が覚めて、胃が覚めた頃に、あっちゃん朝ごはん食べんねんね。それが日によってバラバラやねんけども、だいたい9時前後。で、その後、おしゃべり動画、子供がいてない間におしゃべり動画撮ったり、日によったらお出かけしたり、するのね。で、まあ、掃除かけたりもね、その間にしてね。で、トイレ掃除もね、その間に、その間、その後やね、トイレ掃除はお着替えしてからやけど、あっちゃん朝ごはんはパジャマで食べてね。なんでかって言ったら、朝ごはんってパジャマで食べるイメージがあるから、ほんまちゃうねんけど、準備していくねんけど、パジャマの方が朝ごはん感が出るから、お着替えせずにできるだけ食べるようにしてね。で、パジャマでおトイレ掃除とか嫌やから、お着替えして、で、その後、動画撮るんが先か、日によって違う。でも動画撮りながらとか、撮りながらじゃあ動画撮ってお掃除するか、トイレ掃除して、動画撮る。どっちかやったらトイレ掃除先の方が多いかな。なんでかやったら毎日せえへんから、2日とか、ね、3日とかに1回ぐらいトイレ掃除するからね。そんな感じ。で、また動画撮って、昼ぐらい前動画撮って、昼ご飯食べる。で、昼ご飯食べてから、何してるやろ。動画編集したりとか、あと、ね、他の仕事もしてるから、そっちの対応したりとか、もうしてるんかな。昼からね。朝からは仕事の対応はしない。昼からご飯食べた後やから、その辺にメール返信とか発送したりとかして。で、日によったら3時。4時に子供帰ってくるから、で、その後、まあ、おやつ食べて動画撮ったりとか、まあ、子供と喋ったりとか、遊んだりとかして、で、晩ご飯の準備して、晩ご飯食べて、で、晩ご飯大体7時から8時の間に食べて、で、その後は、子供と喋ったり、お風呂入ったりして、で、子供がそろそろ寝る後に、動画編集、また続き動画編集して、
一日が終わるっていうのが多いかな。で、その中でね、バタバタお片付け、大きなお片付けしてたりしたら、動画撮れんくなったりとか、そんな感じで、あ、タイマーすんの忘れてた。あ、まだや、いけるわ。あと1分や。はい。すみません。よくわかりません。はい。まあ、そんな感じで、一日こなしてるって感じですね。前にね、前の質問、前か前前ぐらいの質問に一回グラフ書いてんけどもね、そんな感じです。うん。まだ今度ね、最近なんか YouTuber の一日の動画みたいなの上げてる人が面白そうやから、あっちもさ、作ろうかも出んだけど、カメラマンいるからね、なかなかできへんねん。はい、一日密着ね。うん。まあまあ、そんなのでもいいや。そんな感じです。はい。で、もう一回、みちゅんさん、私は味噌汁が大好きなので、いろんなインスタント味噌汁を飲み比べる。あ、面白いね。やってみましょう。うん。前にね、視聴者さんからもらった、全国のお味噌汁みたいなのあってね、長野のなんとか味噌、名古屋の赤味噌とか、九州のなんとか味噌とかのパックもらった。あれね、3人で飲み比べしたことあるね。1人で3杯も4杯も飲み比べたら、もうなんか塩分過多になりそうやから、ね、3人でこうやって分けて飲んだりとかね、それで味を見て、見比べたりやってたんで、あれ面白いからまたやります。また探していきます。はい。はい、ということで、30分経ったんで、はい、じゃあもう一人だけ答えておきましょう。SWIWSJ さん、もう一つピュアちゃんを病院に連れて行ったにもかかわらず、あんなにピュアちゃんの爪が長いままなのはなぜ？人間の爪と違って、ワンちゃんの爪っていうのはね、血が通ってんのね。で、まあもともとね、爪が長かったでしょ。長かったから、あれをね、不正規の長さまでバッツリ一遍で切ったら、血が出てくんねんね。だから爪の中に、なんか、よう分からへん。皮膚なんか、なんか血が通ってるから。だから、それを一気に切ってしまうと血が出て危険やからっていうことで、血管のないところまで切ってもらった。で、またそれでお散歩したりして、ちょっとずつ削ったりとかしてたら、ね、また切れるところが増えてくるから、それをブツブツって切るから、何回かに分けて切らないとダメですよって言われて。だから今回は、切れるところまで切ってもらいました。だからまだもうちょっと伸びてんねんね。で、またね、何週間か、1ヶ月ぐらい経ったらまた連れてきてあげてくださいって切りましょうって言われて。うん、でね、そんな感じで。で、今回はね、健康診断とかね、いろいろしてもらったんで。だから、ピュアちゃんを買ったところの、から紹介してもらった獣医さんのとこ連れて行っててんけど、今度はね、近場でもいいし、ペットショップでも爪ぐらい来てくれるから、またね、どこ行くかわからん、近場行くかわからんし、またそこ行くかもわからへんねんけども、うん、一月ぐらい経ったら連れて行ってあげようかなと思ってます。はい。そんな感じで今日の質問コーナー、この辺で終わりにしたいと思います。では、またね。バイバイ。